ずこちら、りんたろーさん、まりさん、はじめまして。はじめまして。レインボーと申します。レインボーさん、楽しく拝聴してます。ありがとう、ありがとう。なんか景気のいい話聞きたいね、うん、マイヨットとかさ、マイ飛行機とか。レインボーさん、レインボーさん、ありがとう。テーマのマイ〇〇、はい、それはマイブラジャーです。マイブラジャー、うん、マイブラジャー、なるほどね。先日仕事から帰宅するとリビングのテーブルにマイブラジャーが置いてあったのです。お、母にこんなところに置かないでよと私は激怒、はい、しかし母は置いていないと返事が。すると父が帰宅し、なぜか父が激怒、うん、父はいつもジャージを着て歩いて職場に向かいます、はい、そして職場のトイレでスーツに着替えているそうなのですが、トイレで着替えをしていたら背中の下から腰あたりにかけて違和感が、なんか、それでもうお分かりですね。ですよね。父の浮気のジャージは裏地がメッシュタイプ、はい、そこに私のブラジャーのホックがね、ちっちゃくね、あるんだよね。私のブラジャー、マイブラジャー、5年前も300円もしない。激安ボロ雑巾のようなマイブラジャーが父のお尻のあたりから顔を出し、ずっと歩いて、そうだよね、背中から腰にかけたら絶対下出てるよね。出てるでしょ。那覇の雲地川を眺めながらブラブラと待っていたのです。ひー、交通量多いです。ここ、お父さん、これちょっと変な目で見られたかもね。何この人、ちょっと半分隠れてるけど見えてるけど、何これ、どこで撮ってきたのって感じになっちゃうね。30分くらいですかね。父は那覇の新都心から雲地までブラジャーを下げて職場に向かっていたのです。しかも300円もしない。しかももうボロボロ、ボロボロ、もう十分元は取ったやつね。トイレで気づいてカバンの中に入れておくわけにもいかず、昼休みに家に帰ってリビングに置いたそうです。父よ、通報されなくてよかったね。そして今時、父親の洗濯物と一緒に洗うのは嫌な娘さんがほとんどかと思います。嫌がらないだけありがたいと思え。一緒に洗濯だ。反省せよ、反省せよ。いや、誰が反省する、事故だからね、反省しようもないけど、ネットに入れるといいだろうね。そう、ブラジャーはネットに入れないからね。そう、普通はそう、うん、そう。ちなみに真っ黒なブラジャーだったので、そこまでは目立たなかったと思います。真っ黒、白や花柄じゃなかっただけありがたいですよね。まあ、本当にそうでは。レインボーさん、チューバーだな。話が長くなり申し訳ございません。ミュシャントネーム希望です。かっこかわいいの。レンボーさん、周りからは綺麗好きなしっかり者のように見られますが、実際はズボラなガサツのアラフォ女子です。お願いしますね。すごいんじゃない。すごいの来たよ、すごいね、うん、まあちょっとあれね、新入りとは思えないぐらい。ただまあルイは友を呼ぶっていうから、私たちが引き寄せたのかもしれないっていう。そうだね、ね。じゃあ僕は、かわいいやつね。かわいいやつ、僕じゃあ、アンカーがいいな。 OK、 わかった、はい、何になっちゃったかな、これん？何？ね、はい、 OK、 いいですか、うん、それではまいりましょう、せーの、モーセンゴケの食べ放題。食べ放題好きそうじゃない。イメージよ、イメージ、モーセンゴケのこれ、これ、そうそうそう、モーセンゴケ、やばいね、モーセンゴケの食べ物、中植物の。あ、そうなんだ。そう、そう、で、見た目はほら可愛いじゃない、ちょっとジブリに似てる。まあね、ちょっとメルヘンな感じもしない。モーセンゴケの食べ放題。食べ放題が嫌だったら飲み放題でもいいです。イメージよ、イメージ、そのリンボさんのイメージ。